坂本龍一の破天荒すぎるエピソード5000。1、食堂で一人で食べている学生を見ると不愉快になると発言。自分の生活を露出させてる感じがするのが嫌だそうです。2、女性と話すためにわざとぶつかりプールに落とす。ビートたけしがラジオで話していました。すごく大胆というか不器用というか、面白い方ですね。3、牧原紀之が逮捕された時自分が非難されるリスクを恐れず、自身のコンサートにゲストとして牧原紀之を呼び復帰の場を作った。これは、かっこよすぎませんか？4、ジャージが嫌いで親友がジャージを着て遊びに来たので絶好した。ジャージで人に会うのは失礼だと考えていたそうです。5、焼肉弁当を買ってきた付き人をクビにした。恋にしているお店の焼肉弁当をいつも頼んでいたが、そのお店が閉まっていたので他のお店の焼肉弁当を、代わりに買ってきたのが気に入らなかったそうです。結構破天荒な方だったんですね。ご視聴ありがとうございました。コメントとチャンネル登録お願いします。